将棋将棋の先方拒否者金立ち先方金立ち先方は将棋の先方の一つ将棋の対局で先手番であると右金を5八金から5七金と5七の位置に繰り出して攻める先方の総称このため5七金先方とも呼ばれているが後手番ならば5三金になる代表的な先方に対中飛車に用いる4六金先方があるその他の金立ち先方は 以下のものがある。玉頭銀に対しては、島飛車5四銀型であれば5五歩から3、3五歩などの対策があるが、上手のように三剣飛車5三銀型で6四銀、6五銀と繰り出せば、前日の5五歩や3五歩が効かない。したがってこの時に飛車の対策として、この6五銀に対しては5七金とし、以下7六銀であると6六金8五銀7五。 金7四銀同金同歩4三銀などがある。途中7四銀に変えて9四銀であると9六歩、8四歩に8四金とし、以回8に非9四金同歩7七銀である。ただし、飛車を振らずに飛車で構えて5三銀型で6四銀6五銀と繰り出すと、前述の8五銀7五金には今度は8四歩がある。また3六歩から3五ほどオ三38の間に、 後手の八四歩から八五歩が間に合う。したがって、今度は図のように六6と置いて、以下七六銀であると五五歩六五銀七七 k 七四銀五四歩など。小玉光一が先手矢倉に対して仕掛ける急矢倉で、カニカニ金は、小玉の得意戦法、カニカニ銀になぞられて名付けられている。小玉は、カニカニ銀とは違って後手伝いで活用しており、刺し始めた当初は、 連敗続きであったが徐々に勝ち始めていった。刺し方は図のように矢倉模様から右金をも3に繰り出してから5 5歩同歩に6 4金ではなく4 4金として5 5金5 4金と構えるイメージで中央を制圧する。ありがとうございます。